タワー・オブ・ロンドン駅はかつてロンドンのシティ・オブ・ロンドンにあった地下鉄駅である。現在のロンドン地下鉄のタワー・ヒル駅はこの駅の移行を利用して建設されたため、同駅がある場所と同じ場所にあったことになる。この駅は1882年にメトロポリタン鉄道建設の際に北側に向かう路線の駅として設けられた。しかし、 そのわずか2年後の1884年にタワーオブ・ロンドン駅は廃止された。同年、メトロポリタン鉄道とメトロポリタンディストリクト鉄道が完成した。この際、タワーオブ・ロンドン駅のすぐ西にマークレーン駅という名の新駅が建設され、タワーオブ・ロンドン駅は同日に廃止されたのである。その後、タワーヒル駅に解消された。 マーグレーン駅が1967年に廃止された際に代替としてタワーオブ・ロンドン駅があった場所に現在のタワーヒル駅が開業した。タワーオブ・ロンドン駅の移行は新駅建設の際に撤去されている。ありがとうございます。